ガムジグラードは、セルビアのザイエチャル市にある村で、2002年の人口は945人で、ある。ガムジグラードの近くには、古代ローマ皇帝、ガレリウスが生まれた場所であり、死後埋葬された場所でもある城塞、ロムリアーナの遺跡が残っている。この遺跡は、2007年にユネスコの世界遺産に登録された。107年にトラヤノステが征服した後、 ローマ族州のダキアが創設されたが、ガリエヌス地下の268年に失われた。アウレリアヌスミカドはレギオンをドナウガシに移転し、首都、アカルオーク族州ダキアレペンシスを創設する形でこの地方を再編した。ロムリアーナの城塞は、この新しい族州に含まれていた。この城塞がロムリアーナもしくはフェリクス・ロムリアーナと呼ばれたのは、 ガレリウスミカドの母ロムラの名にちなんでいる。いくつものローマ街道の交差点に当たっていたので、城塞は、属州の行政府となり、この地方で産出した黄金の管理に当たっていた。ロムリアーナは、ここを特権的な住居として使った、ガレリウスミカドの地下で繁栄を謳歌した。彼はそこに城壁を築き、宮殿を建てた。そしてガレリウスはこの宮殿で没し、そこに埋葬された。 ロムリアーナは、ビサンティン帝国の下でも重要な位置にあったが、6世紀にアバール人に破壊された。ロムリアーナの城塞軍は、今日では、サイモンと主要な城壁が残っている。考古学者たちは、ここで、宝石、武器、貨幣といった古代ローマ時代に遡る多くの遺物を発見している。特に貨幣は年代を判断する助けになるものである。廃墟にも、 興味深いものは至るところにある。バッシリカ跡、寺院跡、共同浴場跡などである。ガレリウスによって建てられた宮殿は、美しい柱やモザイク画が残っている。それらのモザイク画の一つは、アドーニスを描いたものであり、他には狩猟の場面を描いたものもある。材質には、大理石やハンガンが用いられており、ありし日の宮城としての映画を忍ばせる。 宮殿のそばにあるマグラの丘の上には、ガレリウスミカドとその母ロムラの二つの墓と塚を含む記念碑がある。ロムリアーナの城塞は2007年に世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。